写真拡大。セシエスファースト S 第1戦 DeNA7-8 阪神5日横浜スタジアム。奇跡の大逆転劇だ。阪神が CS 史上最大となる6点差をひっくり返し CS ファイナル S 進出に王手をかけた。立役者は北条文也内野手25打。7回に2点差に迫るスリーランを放つと8回は決勝の逆転2点3塁打。 CS では球団史上最多の1試合5打点を記録した。6連勝を示したレギュラーシーズンの勢いが止まらない桃子。下克上へ突っ走る。横浜スタジアムが次第に異様な空気に包まれていった。ここで決めてやる。北条が迷わず振り切ったスイングから糸を引く打球が前進守備を敷く中堅の頭上へ飛んでいった。外野の人工芝に弾む白球。次の瞬間割れんばかりの大歓声と拍手、そして悲鳴が渦巻いた。最高の場面は2点を追う8回だ。西から木浪の敵地打で1点差とすると、続く近本の右前打と盗塁で2、3塁、一打逆転のチャンスで北条は国吉の投じた3球目140キロカットボールに食らいついた。値千金の逆転2点的時三塁打。執念の一撃で試合をひっくり返した。絶好期でも気負うことはなかった。背中を押してくれたのはベテランの力強い言葉。打席に入る前に福留さんと喋って、今日は俺の日と違うからお前行ってこいと言われたので決めたろうと思って打席に入りました。ネクストバッターズサークルから見つめる先輩の期待に最高の形で応えた。初回に3点を奪われるなど最大6点差まで広げられたが、誰も諦めなかった。反撃の起点となったのは北条だ。点差が開いても諦めないというのがみんなにあった。7回は試合の流れを引き戻すスリーランを放つなど、CS では球団史上初の1試合5打点と奮闘した。チーム一丸で掴み取った CS 史上最大差を逆転する劇的勝利。試合後、矢野監督の目に涙が溢れていた。大一番を前に伝えたのは、開幕前から繰り返し言い続けている誰かを喜ばせるということ。宿舎で行われたミーティングでは、ここまで来たのは奇跡じゃない、奇跡が起こるとしたらここから、横浜まで来てくれたファン、ここまで来てくれた裏方さんを喜ばせようと鼓舞し、短期決戦の舞台に選手を送り出した。そして北条らナインが指揮官の言葉を体現した。劣勢の状況から勝利へ向かって戦い続け、勝利を手にしたチームはさらに一丸になった。レギュラーシーズンから7連勝で CS ファイナル S 進出へ王手。明日決める気持ちで、今日みたいに諦めない気持ちを持って全力でプレーしたいと北条がチームの思いを代弁する。もうこの下克上だった。